最後のテーマになります。弊社の電力設備における劣化診断技術をご紹介させていただきます。配電設備の概要をご紹介いたします。当社の配電設備は、図の右側、白抜きに枠をしてある範囲になります。配電用変電所からの電圧 22kV 特別高圧や 6kV 高圧受電のお客様、100、200V 低圧の一般のお客様までの電気をお送りさせていただいています。設備規模として、電柱約580万本、電線約36万キロメートル、変圧器約250万台、開閉器約47万台です。その他、地中ケーブルや地中機器とも万単位での膨大な設備量の保守保全を行い、停電や公衆災害の防止に努め、安全で品質の高い電気をお客様にお届けするように日々心がけております。また、特殊機器としては、小さい変電所のイメージの 22kV 配電塔を設置しており、需要規模の大きい高層マンションにおいても 22kV 機器を設置しております。続いて、東京電力パワーグリッド配電部門の事業構成についてご説明いたします。東京電力パワーグリッドは、電力の託送業務のために必要な膨大な量の設備を管理しており、それらの保守保全を行う中で、様々な高度診断技術を活用しています。具体的には、電柱点検、開閉器点検、遮断器点検、設備補修、ケーブル診断などがあります。近年は、それらの技術を用い、新たな事業として、お客様の設備である自家用電気設備の保全サポートを実施しております。主な例としては、写真にある通り、ケーブルの劣化診断を行っております。まず、6kV CV ケーブル劣化診断についてご説明いたします。ケーブル事故については、道路掘削などの人為的な事故や、ジョイント部分の絶縁破壊を除くと、写真のような水鳥居による事故が多いことが確認されております。ケーブル製造時に内在した水分や水没環境などの外部からの侵入により水鳥居が発生します。水鳥居は、その起点の違いから外道鳥居、内道鳥居、膨大鳥居などに種類が分けられます。続いて、CV ケーブルの構造と種類についてご説明いたします。CV ケーブルは、外部及び内部半導電層の構造の違いで3タイプに分けることができます。現在は TT タイプはほぼ存在せず、ET または EE タイプが存在しております。一般には廉価な ET タイプが主流かと思います。しかし、ET タイプについては、製造工程で水分が入ってしまうケースや、施設後に水分がシースから侵入するケースがあることから、水鳥居が発生しやすいタイプのケーブルであるため、事故リスクの高いケーブルといえます。私どもも過去に ET タイプのケーブルを多く施設しており、事故が多発したことから原因調査を実施し、現在はすべてのケーブルを EE タイプに張り替えております。EE ケーブルの水鳥居事故は現在は発生しておりません。次に、水鳥居の発生傾向と電気的特性について説明します。水鳥居は、製造メーカーによって劣化特性が異なっており、一律的な判断では正確な診断はできません。その特性に合った判断基準が必要となります。左図のように、漏れ電流が相対的に大きく流れている前造現象が見られるケーブルは、写真のように水鳥居のパスが多く発生していますが、水鳥居のパスの数が多いため、
一つのパスにかかるストレスは少なくなり、絶縁破壊電圧は高い傾向があります。つまりは比較的破壊しにくいと言えます。一方、右図のように不定期な漏れ電流が突発的に発生するキック現象は、写真のように水鳥居の数は少ない分、水鳥居のパスにかかるストレスは大きくなってしまいます。結果的に絶縁破壊電圧が相対的に低くなり、絶縁破壊しやすいと言えます。このように、多くの現場データと大量のケーブル解体調査から豊富な知見を得て、判断基準を策定しております。水鳥居の発生メカニズムについてご説明いたします。まず、ケーブルが浸水状態で施設されていたりすると、やがて水分がシースを透過します。絶縁体内に水鳥居が生まれ、徐々に成長します。やがて水鳥居が内部反動電層に到達し、絶縁体を貫通します。水鳥居が絶縁体を貫通した状態を狭絡と言います。その後、徐々に絶縁性能が低下し、やがて絶縁破壊を起こします。診断において、水鳥居劣化を検知できる時期は、グラフの赤い部分、つまり狭絡してからであり、それ以前の水鳥居の成長途上の過程では検知できません。そのため、適切なタイミングで水鳥居の劣化診断を行うことが非常に重要となります。ここでは、ケーブルの水鳥居診断の一つである、交流頂上型、滑線劣化診断について説明いたします。これは、停電なしで診断可能な方法です。24時間稼働の工場が多くなり、停電を取れない場所が多くあることから、近年非常にニーズが高くなっております。季節ケーブルの設置線、遮蔽層から商用周波数の2倍、プラス 1Hz、つまり 101Hz の交流電圧を頂上し、ケーブル絶縁体に発生した水鳥居によって生じる電流を滑線で測定し、その電流の大きさから絶縁劣化診断を行う方法です。非測定ケーブルが両端設置の場合は、もう一方の設置線を開放する必要があります。停電下で行う直流、漏れ電流測定と比較して、直流電圧を過電しないため、ケーブルにストレスを与えることなく診断が可能です。そのため、この手法では、滑線状態で正確な劣化診断が可能となります。こちらは、交流頂上型滑線診断を実施した実例の紹介です。この例では、絶縁測定だけでは水鳥居劣化を診断するのは難しいという例を示したものです。この工場では 5000V メガーにより管理を実施しており、直近の診断結果も良、経電劣化が心配なことから滑線診断を実施したケースです。滑線診断の結果、そのケーブルは劣化判定となりました。しかし、同じ製造年の他のケーブルも診断すると良となり、同じ製造年であっても劣化進行状況は異なることが分かりました。同じ製造年であっても、施設状態や負荷電流の大きさなどにより劣化度合いが異なります。製造年により一律取り替えることはあまり流行ではなく、設備更新のタイミングの最適化を図ることが有効であると言えます。実際に診断を行う際のケーブル設置線処理方法についてご説明いたします。測定ケーブルをケーブル設置線にバイパスさせ、切り離しを行います。バイパスさせた後に切り離しを行うため、いわゆる設置が浮いた状態にはなりません。また、診断終了後は圧着スリーブで再接続いたします。滑線診断ができない場合についてご説明いたします。構造上、
下方に露出充電部がある場合、集端部が境界箇所に施設されている場合、耐火ケーブル、FP、FPC を使用している場合、以上のような場合については、活線診断はできないことから、停止による直流漏れ電流試験による診断をご提案させていただきます。私どもは必ずお客様設備の事前現場調査をさせていただいており、診断の可否については現場調査時にご説明いたします。次にケーブル診断手法の一つである直流高圧法についてご説明いたします。これはケーブルを停止しての診断となり、別名、直流漏れ電流試験と呼ばれているものです。この診断は、古くから民間でも電力会社でも採用されており、水鳥居の劣化診断としては、高い精度で診断できます。弊社としては、これまでの豊富な実績から独自の判定基準を定め、正確な劣化診断を実施しております。こちらは実際の診断例です。直流高圧法は劣化診断としては非常に有効ではありますが、ケーブルに直流の高電圧をかけることからかなりのストレスを与えることになります。診断中にケーブルにダメージを与えてしまい、診断が原因で診断中または診断後に絶縁破壊を起こしてしまうという事象が過去に起きております。したがって、弊社は図の緑色の線のように、1kV ごとに昇圧し、1分間を目安に劣化要素がないことを確認する、ステップ過電法を現在は採用しています。そして、仮にキック現象などが発生した場合は、その時点で速やかに電圧引火を中止し、診断時の絶縁破壊を防止しております。続いて、鉄筋コンクリート柱の診断をご紹介いたします。鉄筋コンクリート柱は、平野部や山間部、沿岸部など、様々な環境に設置されるため、その環境に応じて、様々な劣化が生じます。右上の写真は、鉄筋コンクリート柱の曲げ破壊試験の様子になります。健全なコンクリート柱は、頂部が2メーター程度変異します。劣化事例としては、写真のように、電線などによる偏った荷重に起因する横ひび割れ、塩害による頂部や中体の縦ひびと剥離、合わせ目劣化による中体剥離などがあり、その他にも、山害によるコンクリートの中性化、雷による頂部剥離など、様々な劣化があります。弊社は580万本の電柱を管理していることから、様々な調査、試験を行い、コンクリート柱についての知見を蓄えてきました。劣化メカニズム調査や残存性能調査などから、ランク判定基準を定め、適切な設備更新判定を行っております。これらの技術は、弊社のコンクリート柱だけでなく、例えば、学校の防球ネット柱などにも活用でき、多くのご相談をいただいており、実際に学校のコンクリート柱管理台帳作成業務の受注実績もあります。続きまして、画像診断をご紹介いたします。熱画像診断は、設備が運転状態の充電のままでも診断可能という点が大きなメリットです。弊社では、過去の故障実績をもとに、劣化状況について分析を行っております。例えば、各機材ごとの撮影ポイントです。接続部の加熱は、電流がある程度ないと発見できませんが、逆に、ゴムの絶縁劣化による劣化のヒートスポットは、電流に関係なく診断可能など、各機材ごとの診断のポイントが分かってきました。それらをマニュアル化し、社員教育などに活かし、事故の未然防止を行っています。実際の事例をお示しします。
屋内外における接続部の発熱異常や、ケーブル終端接続部のゴムの劣化の絶縁低下によるヒートスポットなどの検出が可能です。また、暖炉機内部の水分侵入や接触不良など、数多くの故障予兆を発見し、事故の未然防止に貢献しています。配電エンジニアリングセンターでは、コロナ放電カメラによる部分放電診断についても実施しております。コロナ放電は、塩害、汚損などの影響により発生します。そのコロナ放電から発生する特殊な紫外線をコロナ放電カメラにてキャッチして、視覚的に表示する特定手法です。写真がコロナ放電カメラで捉えた画像です。赤丸の中の白い部分が放電を起こしている箇所で、接近して確認したところ、トラッキングが発生していました。本事例では早期発見により、カバーが焼損する前に回収することができました。このように、特に塩害の影響が多い地域で、トラッキングの初期状態を捉え回収することで、事故の未然防止を図ることができます。モールド変圧器についてもご相談をいただくことが多くなってきております。モールド変圧器の診断方法として、先ほどご紹介したコロナ放電カメラを使用しております。しかし、劣化度合いによって捉えることができないケースがあります。そのケースとは、放電が連続して発生しない状況、初期から中期劣化となります。連続放電を行うようになる末期劣化であれば診断可能です。現時点において、運用中のモールドトランスを診断する手法は、コロナ放電カメラのみとなりますが、絶縁破壊を未然に防止できる診断方法としては有効であると考えております。これまでご紹介させていただきました技術を用いて、設備診断を行い、更新計画の作成補助や、経年設備のスポット点検などを支援いたします。また、仮設ケーブルを用いたバイパス工事や、発電機車による仮設電源を利用した設備更新や、故障時のバックアップ対応も可能です。さらには、ケーブル事故の際、掘削範囲の絞り込みや、ケーブル張り替えを最小限に留めることが可能となる、事故点評定も実施しております。これまでの主な実績としては、表の通りです。各地の工場を主体として、スポーツ施設や各種イベント会場での実績も有しております。施設を管理されている担当者様からは、設備更新をしないといけない設備は山ほどある。しかし、予算がないというお悩みを多く聞きます。そういった場合に更新の優先順位付けができれば、最低限の予算で故障のリスクを避けることができます。弊社診断技術を持ち、設備更新の順位付けをサポートいたします。最後に、実際の診断の流れについてご説明いたします。まず、ご要望について、お打ち合わせをさせていただき、電気設備について、現地調査をさせていただきます。現地調査の結果をもとに、評価方法及びお見積もり金額を提示させていただき、ご納得いただければ契約となります。お客様と診断日時の調整を行い、現場設備の診断を実施し、診断結果をもとに報告書を作成、ご提出させていただきます。お客様の内線設備で、気になる設備や経年設備の随時診断などのお手伝いも可能です。これまでご紹介させていただきました各種診断については、東京電力パワーグリッドの社員が責任を持って実施いたしますので、何かご相談がございましたら、お問い合わせ窓口となります弊社関連会社の東京電設サービスまたは東電タウンプランニングまでご連絡ください。本資料のご説明は以上になります。ご視聴ありがとうございました。